おはようございます、今日はね、晴れてますね。そうそう、朝食作ろうと思います。まだ子供は寝てますね。とりあえず寒い寒い言うんで、ヒーターかけてやったんですけども、まずはね、火を起こしましょうか、ね、葉っぱしけちゃってるかな。ちょっとね、葉っぱが湿ってるような感じはしないでもないんですけど、もう持ってね、仕事になったかな。こっちではね、昨日夕べ作っといたフェザースティックの火作ったな。つきました。このね、小さい壊れが大事ですよね。寒いな。車も一緒に。あ、もう木についてますね、うん、このぐらいのね、小さい枝が重要なんですよね。これで最後、最初下に置き火を作って、その置き火が太い薪を燃やしてくるわけですから、もうね、パチパチ言い出すと大丈夫ですね。今回もうまくいきました。やっぱね、フェザースティックをちゃんと作ればね、着火は簡単ですね。余っちゃいましたね。よし、じゃあこれで
今日は、目玉焼きとベーコンエッグ、ベーコンエッグいきましょう。その前に暑いかな。ちょっと食うだろう息子は。よし、飲むかな。うん、すぐ着いた。
これガスでしかやったことないけど、アルコールストーブでもいいな。あんまり火強いとダメなんだよね、これね。あ、熱くなんないけど、これ下買った方がいいな。安定する。いいかな。おーい、おーい、朝飯できたぞ。よし、いいでしょう。はい。ベーコンエッグトースト完成です。いただきます。うん、パリパリ、うまい。うん、うん、あ、いいね。買うこれ。うん、目いっかい。この両端が届いたこと、顔洗ってくんだな。うん、甘い。
うん、醤油いいよ、醤油かけたら結構うまい。パンもっと焼く？いや、うん、いい？この焚き火に当たりながら朝ごはん食べる。ああ、うん、目覚めてきたの。ね、そんなにお父さんのいびきすごかった？だって最近いびきしないって言ってたじゃん。した。した？そりゃ悪かったな。